みんな聞いてくれ。あやめの試験が終わったぞ。結果を発表する。ドキ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 。あやめは合格。彼女のエロセンスは必ずや半蔵学院の未来を明るいものとするであろう。やったー。あやめ、我が半蔵学院のエロ担当として燦然と輝く星になれ。それが試験官からの最後の言葉だ。イエスサーです。で、どういうテストだったの？それは言えません。あんなことやこんなこと、勝姉様はいろんなことをしてくださいましたけど、具体的な内容は絶対に言えません。なんだよ、照れるなって。今回の試験は大きく分けて2種類の実技を行った。一つがおっぱい実技で、もう一つが太もも実技。おっぱい実技の方は縦揺れ具合、横揺れ具合、最後に感度をチェックさせてもらった。こんな感じでな。いやー、やめてくださいよ。その手つきでいろいろ思い出してしまいます。そして太もも実技の方は、もういいですよ、だいたい察しがつきますから。そうだ、私勝姉様に認められたので思い切って告白しちゃいますね。告白。実は私、中学時代に一目惚れしたんです、勝姉様に。それからずっと勝姉様は憧れの存在で、いつか心ゆくまでセクハラしてほしいなって思っていたんです。変わったやつがいるもんだな。ほら見てください、この具足だって勝姉様に憧れて自分で作ったんです。おお、言われてみれば。だがな、あやめ、あたいのセクハラはしてほしいって言われてするほど安いものじゃないんだ。そんなの初耳だぞ。やっぱりそうじゃないかなと思っていたんです。でもあやめちゃんは信じちゃったみたいだよ。あたいにセクハラされたければもっともっと魅力的な女にならなきゃダメだ。やれるか、あやめ。はい。よし、それじゃ早速特訓だ。おっぱいプルンプルンランニングから行くぞ。ついてこい。はい。ああ、勝姉、あやめちゃん、予選の2回戦が始まっちゃうよ。おっぱいプルンプルンランニングは後にして。さあ、行くぜ。4 4 3 2 1、 Here we go。 今度の敵はミス R のザコですね。余裕余裕。ねえねえ、あやめちゃん、あやめちゃんって関西弁を喋ってたことあったよね。ああ、あれは間違えちゃったんです。勝姉様が関西弁を喋る子が好きっていう間違った情報に振り回されてしまって、それで5分でわかる関西弁っていう本を買って無理やり関西弁を話したんですよ。そうだったんだ。私ったらおっちょこちょいって。頑張るよ。よし。くらいなさい。もっと本気、本気を見せて。出てこい。いい動きだったぞ、あやめ。本当ですか？これも勝姉様のおっぱいプルンプルンランニングのおかげです。最高だったぜ。
ちゃんが選抜メンバーに入ったら楽しく一緒にやれそうだね。楽しくやれそう。お、どうしたの野球ちゃん、すごい殺気だよ。早めが選抜メンバーに入ったらひばりのことを好きになるかもしれん。そうならないように今から目を光らせておかないとな。ひばりに近づく者には死あるのみ、当然のことだ。もうあやめちゃんは勝姉に夢中みたいだから、そんなことになんてならないよ。だから安心して野牛ちゃん。そうか、ひばりがそう言うのなら俺は別に。あれ、野牛ちゃんどうしたの？真っ赤な顔をして、なんだかタコさんみたい。うるさい。さあ、あやめ、また特訓するぞ。今度はお尻プニプニスクワットだ。了解です。でも、お尻プニプニスクワットってどんなトレーニングなんですか？よくぞ聞いてくれた。あたいが指を2本出しているから、そこにお尻を下ろすんだ。すると、どうなる？その通り、やーんってなった時の反動でスクワットが何回でもできるってわけだ。なるほど、天才ですか勝姉様は。なんだかあやめちゃんが来てすごくにぎやかになった感じ。